F3 戦闘機、F2 次期ステルス戦闘機開発が驚異的なスピードで、プロジェクトが進んでいます。現在プロジェクトチーム500人が選抜されていますし、各パーツ類は出揃う形となっている。あとは、これを機体にするだけだが、F2 戦闘機開発時も純国産と願っていたが、F16 と似た感じに仕上がった経緯がある。しかし、今回は最強とも言われる。各パーツは、現在揃っている後は、ステルス戦闘機にするだけだが、三菱重工主導で、ロッキード・マーティン社との共同開発が今後進む中、多くの問題もまたある。日本の軍事機密を知られる可能性もあるし、F35 と F22 の第6世代戦闘機になるのかもしれない。そうなると、元も子もない状況、日本主導なだけだ純国産を見たい。では、次期戦闘機最新情報を詳しく見ていきます。F35 と F22 の合作になったら、F35B 型も同時に作ったらいいのにな。独り言です。2020年12月、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替を目指す。次期戦闘機開発に際して、アメリカのロッキード・マーチン社を同計画の海外インテグレーション協力先として選定する予定と判明した。すでに2020年10月に次期戦闘機開発は三菱重工業を主管として進行する契約が締結されており、今回のロッキード・マーチン社の件は大型の予想通りの展開だと言える動きだった。12月17日には、来年度、2021年度に、576億円の開発予算を投じることも、岸防衛大臣から公表され、予算、協業先の両面から、次期戦闘機開発がより、具体化されたことが、伺える状況となったと言える。ただし、これまでの現行 F2 戦闘機の開発と若干ニュアンスが異なるように思えるのは、ロッキード・マーチン社以外にも、イギリスからの協力をも仰ごうとしている点が謳われている部分だろう。現状では、イギリスとの協業は、次期戦闘機の一部のパーツについて行われる。見込みのようで、両国で開発費を分担しつつ、出来上がったものをおのおのの次期戦闘機に用いるものと考えられる。イギリスの協業先といえば、今回の海外インテグレーション協力先の選定で、ロッキード・マーチン社と競合した BAE システムズ社が筆頭だが、以前、同社との関係も堅持する方向だと見られる。とすれば、BAE システムズ社が自国で開発中の第6世代戦闘機テンペストと日本の次期戦闘機は一部のパーツを共有する。機体となることが予想され、新たな日英の連携が実現する可能性も高まる。第5世代戦闘機としては、いわゆる西側諸国ではロッキード・マーチン社のF35 ライトニング2戦闘機が市場をほぼ独占しているだけに、アメリカのみに依存する構造の変革にも期待がかかる。いずれにせよ無人航空機の進展により、第6世代戦闘機は有人戦闘機の開発としては最後のプロジェクトとなるとの見方も一部には出ており、日本、イギリスともにそれを見据えた動きが必要だろう。さて、海外インテグレーション協力先として、
ほぼ本決まりとなった。ロッキード・マーチン社だが、同社は言わずと知れた F-22 ラプター戦闘旗や F-35 ライトニング2戦闘機を要する戦闘機分野のトップランカーだ。今回の次期戦闘機の件でも、競合となったボーイング社は、第5世代戦闘機では、ことごとく、ロッキード・マーチン社の軍門に、降っている状況であり、かつての F-15 や F-A-18 の、延命措置などで、なんとか存続している状態に見える。こうした状況が続けば、アメリカの防衛産業が、次第に合併や吸収によって、淘汰されてきた波は、ボーイング社にも押し寄せるのではないかと、余談ながら感じずにはいられない。前述のように、今後の戦闘機は、無人航空機の台頭が予期されているので、その分野でも、ボーイング社が、確固たるシェアを獲得できない場合には、さらに、その可能性が高まるのではないかと思われる。話を、日本の次期戦闘機に戻せば、今回のロッキード・マーチン社は、防衛装備庁が提示した大枠の3要素について、技術支援の、インテグレーションを提供する位置づけとなる。これは、まず、1点目は、次期戦闘機に搭載されるレーダー、及びセンサー、電子戦関連機器、データリンクなどコアシステムのインテグレーションを、行うことが要求されている。続いて、2点目は、無人航空機を含み、高度なステルス性能を持つ固定翼機を設計でき、かつ、戦闘機としての運動性能を確保する機体を実現できることが挙げられている。そして最後の3点目はコンピュータによるシミュレーションを取り入れた設計が行えることが要求されており、これら3点をクリアできる企業としてロッキード・マーチン社が選ばれた形だ。こうして防衛装備庁が示した要求項目を改めて並べてみると、いずれも、もはや、戦闘機単体としての機能ではなく、デジタルな兵器システムの、打ち渡ることが求められているように思える。現在日本側が持つであろう技術としては、IHI 社がすでにプロトタイプを防衛装備庁に収めている XF9 エンジンや先進技術実証機シンシンで培った機体のステルス性などが挙げられる。今回機体そのものはスバル社が取り組むことが明らかとなっているが、 IHI 社の機関部を含めやはり限定的なハード面の一部にしか国産の技術では到達していないのが実情だろう。すでに自民党の一部の有志や保守系の言論人からも次期戦闘機は海外への輸出、販売を前提にすべきとの提言も出されているが、日本独自でそれが判断可能かどうかには疑問も残る。そもそも、追中国という点では、日本よりもはるかかに、その脅威を受けている。台湾に対しても、最も日本が支援できそうな潜水艦分野などについても、中国との関係悪化を恐れて何もできていない。こうした点を鑑みれば、海外への輸出に足る兵器を開発することよりも、まず、政治的に、中国と距離を置くスタンスを確立することが、急務であると思えてならない。